そのデッキのエースポケモン忘れていませんか。まさかガラルヤドラン V 400% 先行取れるガラルヤドラン V のデッキだった。おおすごい。おお、いいぞいいぞ、見せ場作ったぞ。280です。ここに来ていけるよな。バチンキ頼むぞ、バチンキ。よっしゃ、ターン終了です。時間以降このバチンキにまだチャンスがある。俺も組んできました。バロキッズは電動勢だったらバチンキデッキを組みます。どうもアスロンです。どうもチャイです。1個前の動画でガラルヤドラン V 使ったじゃないですか。はい、あのライバロリの動画で活躍していたあのガラルヤドラン V 使っていたんですよね。はい、そうですね。さてはバロキッズ。あの、ね、俺がねライバルにめちゃくちゃ好きで、はい、対戦動画よく見てるのよ、はい、というのもゲームのポケモンでさやっぱ環境とかあるわけですよ、うん、はいはい、でもねあの人ねようわからんポケモンマジで使う。ライバロリがポケモンカード電動やったらめちゃくちゃハマると思う。電動勢みたいな思考回路しながらゲームのポケモンやってる人なんですよ、はいはい、ライバロリが使ってた最近のだとねバチンキ。バチンキってあれこれそうゴリランダーの人だゴリランダーも使ってるんだけど、うんうん、バチンキも使ってる。僕バロキッズですので組んできました。おバチンキーデッキ。バチンキーデッキ何バチンキーデッキ俺も組んできました。えゴリランダーデッキではなくてバチンキーデッキと。いやもちろんゴリランダーもちょっと入れてる。あなるほど。気休め程度に2枚入れます、はいはいはい、でも基本的にはバチンキーです。へえ、まあ、これバロリも言ってるゲームの中で、はい、バチンキーとゴリランダーがやっぱ違えんだよ。でポケモンカードに負けるゴリランダーとバチンキーやっぱり差別点があります。はいはい、バチンキー、はい、こいつ1進化ポケモン、はい、ゴリランダー2進化ポケモンです。はいはいはい、もうこの点でもう1個違いますよね。そうですね。1進化ポケモンは、はい、EV が入ってるんですけど。なるほど。エレキエフェクト、はい、エレキエフェクトっていうのは自分の1進化ポケモン全員電気タイプになる。つまりバチンキーは電気タイプになります。はい、ゴリランダーは2進化なので電気タイプになりません。はいはい、このゴリランダー4番お前電気タイプなれねえの4番ということでバチンキーの方が強いです。なるほどなるほど。でじゃあ電気タイプにしたら何が強い。つまりエレキパワーが使える草タイプはバチンキーだけ。なるほど、火力を上げるわけですね。そうです。草タイプはバチンキーだけっていうか1進化不思議そうでもいいわ別に不思議そうもエレキパワー使えないということで EV でサンダースに進化して電気タイプを付与して電気タイプになったこのバチンキでエレキパワーを連打するデッキ。なるほど、面白そうですね。それ以上でもそれ以下でもないただただバチンキがエレキパワーでダブルアタックしてくる、ドンドン。エネルギーがクサクサム、はい、なのでちょっと手張りじゃ追いつかない。そうですね。こいつがお兄ちゃんがサポートしてくれる、山札から2枚エネルギーつける、手札から1枚貼るダブルアタック。なるほどなるほど。ということで、まあ、気休め程度に入れとくよ。ライバロリミラー 400% 先行取れるガラルヤドラン V デッキ VS バチンキ。ちょっと違いますけど、うん、エフェクトで変更するって聞いたときに、うん、あなんかエースバンピだねなって思っちゃいましたね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マンムーマンムー EV たまらいます。はいどうぞ。おお、じゃあレベルボールです。体力90以下のポケモンを持ってきまーす。ユクシーですね、まだ触ります。レベルボールでユクシーを持ってきて、ハイパーボールですね。スタミナないからな、意識してます。じゃあグライガーを持ってきまーす、はい、はい、ベンチにグライガーを出して、うん、カレッシュをつけます、うん、ユクシーを出します。手札2枚なので5枚引きます。さあ終了です。頼まれます。ドロッポケモンチェックで何回かもします。はい、あはい、サルノリ出します。やっとポケモンコレクター山札から種ポケモン3体ヤジロサルノリサルノリサルノリいっぱい出てくる。手札に加えます、はい、サルノリサルノリヤジロ、まあ、ゴージャスボールあるんですよ。 EV、はい、うん、
まあ、EV でいきますかね。 EV 持ってきます。はい、でベンチに EV を出します。はい、いつもだったらヤジロンだったわ。手札から草エネルギーを EV につけます。ということはエナジー進化特性、はい、山札から草ポケモンに進化します。見といたってね。リーフィア GX、はい、こちらに進化、リーフィア GX の特性青葉の息吹、バトル場にいるなら使える、エネルギーがついてる自分のポケモン1匹 HP を50回復する。なんだって。ほら、あー、マンムの10ダメージは消えた。早速 GX 技、はい、グランブルーム GX、はい、自分のベンチの種ポケモン全員それぞれ進化させる。強い。バチンキー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 サンダースメンドール、はい、ほらこれがバチンキーデッキ。いやー鍵使いてーこれ。がポケモンチェックでダメ考えてまた10分。はい、考えまーす。あんまりよろしくないんですよね。マンムーだし回収ネットでユキシーを手札に戻すんですが、はいはい、ユキシー7枚まで引けるんですけど、うん、ユキシーを出したら出すとすると手札が6枚なんで1枚しか引けないんですよね。はいはいはい。なんですが渡します。1枚引きます。あ、相手バチンキビビってんだもん。回収ネット使います。ユキシーを手札に戻します。2枚ですね。5枚なので2枚引きます。どうぞ。1枚2枚レベルアップ、レベルじゃない、進化します。はい、グライガー出します。回収ネットです。ユキシー戻します。今度3枚出します。はい、3枚いきます。さあ、レスキューエネルギーをグライオンにつけます。はい、いやーリーフィアやられちゃうのかなこれ。で、このターンまだサポート打ってないのでサポート使います。いつきです。次に使う技、トレーナーズ特性の効果で投げるコインを最初の1回だけ、好きな方を選ぶことができます。マンムーが軽石に逃げてグライオンがバトル場に登場します。 OK です。で、技を使います。切り込みターン、うん、コインを1回投げて表なら相手の HP が10になるようにダメカーを乗せます。乗せた後自分とついてるカード全てを山に戻します。はい、いつきの効果で当然聖地を選択します。これで合金190です。いやー、ここで最低2枚取られるのか。軽石がついたマンムーがバトル場に登場します。マンムーの、ポケボディですね、はい、ポケモンチェックのたびに水ポケモン以外にダメ感が1個乗るのでリーフィアの体力が0になります。気絶だ。最低2枚どうぞ。はい、逃げコス0のサンダースを前に出します。しかしこいつは電気抵抗があるんですよ。今ちなみに1進化のポケモン全員電気タイプを付与しているので、はい、エレキエフェクトでこのバチンキー電気タイプ電気タイプ電気タイプです。あ、ちなみにネドルも電気タイプ。なんだってドローメストボール使います。はい、種ポケモンをベンチに出す。ヤジロンであると。なるほど。はい、まだ触ります。はい、ヤジロンベンチに出します。はい、コロに使って格闘ポケモンとグッズを持ってきます。はい、エンドール進化の子を持ってきます。進化の子、なるほど。進化の子です。山札から進化ポケモンを持ってくる。ゴリランダ持ってきます。はい、手札にゴリランダ加えます。じゃあバチンキーのうちの1体ゴリランダに進化。ボルテージビート、はい、自分の番に1回使える。手札、じゃあ山札から草エネルギーを2枚まで自分のポケモン1匹につける。じゃあこのバチンキーに草エネルギーを2枚つけます。今手札3枚です。はい、HP が 100ですね。これここでね、ちょっとテクニカルなプレイをしてみたいと思います。はい、粘土ルの効果使って2枚デッキの下に戻して1枚で5枚引きます。はい、どうぞ。1、2、3、4、5枚です。手札から1枚エネルギーをこっちのバチンキーに貼ります。はい、でサンダース逃げコスゼロなんで逃げます。はい、バチンキ、はい、まずは場を荒らす。これゲームでも鉄則だから。なるほど、うん、いきなり攻めたらやられちゃうから。なるほど。まずはバチンキ技挑発、はい、相手のベンチポケモン1匹バトル場と入れ替える。なるほど。これだ。あ、マンムーが逃げコス4のマンムーそのまま前へ、ね、ポケモンチェックで1個乗せてください。たまり。なるほど。相手の場をかき乱してから倒してやる。そうきますか。とりあえずポケモン図鑑使います。上から2枚見て1枚手札1枚山下に置きます。これ山下に置いて、はい、このカードを手札に置きます。で、1匹グライオンに進化します。うん、ハイパーボールですね。わかるんで、グライオンですね。で、捨てて、ポケモンをグライオンに置きますね。はい、じゃあグライオンの手札に置きます。で、進化します。うん、ここでお互いに得をするスタジアム貼ります。よっしゃ、これを待ってたんだよ。ダブルアタックのコインずつやり直せるぜ。これでお互い、1回セカンドチャンスです。 OK、です。やり直すことができます。はい、ということで、サポートプラターンします。うん、おーし、いいぞいいぞ。挑発が刺さってる。あれやりたくなかったんですよね。相手の動きを制限してるぜ。4、5、6、7枚。はい、これでこのターンいつき使うことができなくなりました。よしよし、いいぞ。しかもバトルサージャーも2枚切らせた。ポケモン図鑑使います。うん、上から2枚見て、はいはい、アグナム出します。はい、で、ポケパワータイムウォークでサイド全部確認します。はい、確認しました。ポケモンがいたら手札に加えられるんですけど、いなかったのでそのままです。 OK です。これでターン終了ですね。いいぞ。ポケボディの効果でダメ感が1個になります。はい、どうぞ。ドロ
いきまーす。あ、ネンドルに進化、はい、2匹目です。ボルテージビート、山札から2枚の草エネルギーを加速、はい、これはね、早速バチンキに2枚エネルギーをつけていきます。コズモパワー1回目、はい、手札のカード1枚、2枚、山札の下に戻して、今手札が2枚、3枚なので、はい、1、2、3枚なので3枚引きます。1、2、3、3枚引きました。弱っ。2回目のネンドル使います、はい、即座にこれとこれ、どうぞ戻します。よいしょ。で、今手札が1、2、3、4枚なので2枚引きます。1、2、N です。ダブルアタック使います、はい、コインを2回投げ、表の数かける60ダメージです、はい、1回目ピー、裏、裏、2回目ピー、裏で、これをルミナスメイズの効果、なるほど、やり直しします。使われてしまった。いきます、1回目、はい、表、おーおー、いけ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 。チュイさん、はい、今2回目のバチンキーのコイントス裏だったじゃないですか。はい、そうですね。でも今なんかカメラがピロンとか言って急に止まったじゃないですか。はい、で今確認したんですよ、動画、はい、2回目のコイントスの結果裏だったんですけど、まあしかもひっくり返って止まってるんで、これ確実に裏なんですけど、あのデータ上に残ってないんですよ、コイン投げた瞬間が、はい、なるほどなるほど。やり直しますか、どうしますか。いいじゃないですか。それをコイントスで決めてみる。あ、いいですね。やり直すは表、表だったらやり直してもいい、はい、最初からやり直す、じゃあその場合はね、やり直します。じゃあダブルアタック使います。はい、どうぞ。1回目、ちなみにルミナスメイズも使ってるから、ね、分かりました、はい、ダブルアタック1回目使います。はい、表です、表、はい。2回目使います。はい。神は平等理論で、はい、10乗せます。はい。まさか生き残るか。あ、それ、そっかそっか、チョイさん的にも倒したかったんだ、そいつ邪魔だから。じゃあ頼みます。はい、開始ネットを何分にしましょう。うわー、使われたか。まあいいでしょう。これで、バトルバッグ開けまーす、うん、で、開けます。はい、では今回収したマンムーをハイパーボールで切っていきましょう。はい、マンムーとレベルボールを捨てます。もう出さねえか。マンムーとしてですね、グライオンレベル X、 レベルアップします。はい、レベルアップした時の効果です。はい、相手のバトルポケモンを毒と麻痺にします。毒と麻痺、はい、はい、ですね。はい、グライガンを出してサポート打ちます、うん、アクロマ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、うぅ、10枚、はい、イエーイ。ズサズサズサ、9エネルギーを手間にします。スザケン使います。はい、切り込みターン、うん、今まではイツキで使ってましたが、今回は、普通に使います。はい、ポイントスをして表だったら10になるよ。外せ外せ外せ、発生、あ、当たった。60個ダメ感が乗ります。はい、60ダメージ乗ります。そして、これら全てのカードが山にも乗ります。マンムーがバトル場に登場します。これ毒です。噛みしついてるんで。じゃあ10ダメージ乗ります。はい、出します。はい、最大1枚どうぞ。はい、じゃあ1枚取ります。はい、じゃあ終了です。どうぞ。バトル場に出すのは逃げコスゼロの3ダスです。はい、頑張ります。ドロー、バトルサーチャー、N、 はい、で、N 使います。はい、はい、じゃあ10枚に戻ります。はい、いきまーす。6枚、2、3、4、5、6枚です。はい、じゃあネストボール、山札から種ポケモンをベンチに出します。はい、どうぞ。サルノリ、アタッカーがちゃんとサルノリをアタッカーと認識している。他にいない。ゴリランダーのボルテージビート、2枚山札から草エネルギーを加速します。ちょっと待って、これはね、衝撃的な事実だわ。なるほど、草エネルギーがないぞ。何で、失礼します、待って、まだ、ボルテージビートの途中です。1、2、3、4、フラッシュに4枚持ちてるのか。4、5、6、なるほどね、これ今山札です。もうこのターン、はい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 、なるほどなるほどなるほどね、オッケー。ボルテージビートの効果で草エネルギーつけません。さっきのネストボールで見とけばよかったので、このバチンキーにハチマキを巻きます。力のハチマキ、ちなみにライバロリーもハチマキバチンキー使ってたり、ヤジロンの効果使って手札からエネルギーを借ります。はい、さっきナイフ言ったが、あれは見逃してただけかもしれない。いや、いける。エレキパワー使います。はい、このターン1進化ポケモンが使う、電気タイプの1進化ポケモンが使う技のダメージがプラス3にされる。ネンドル2回目、はい、使います。で、サンダス逃げます。はい、
満を持してパチンキー登場。さらにちゃんとエレキパワーも使う。じゃあさっきの力の始まりは何だったのか。よし、まあ、ここ倒していきますか。じゃあいきます。はい、ダブルアタック1回目表、これで60。2回目裏、まあ60でいいでしょう。そうですね。6、7、8、9、10、11、12、13、14、140ダメージ、20軽減、はい、120です。じゃあやられます。はい、最大1枚しか取れない。始めてます。はい、ブライドンが開けます。はい、どうぞ。カーマンつけます。おお、キャプチャーエネルギーつけます。効果、山田から種ポケモン一体ベンチに出します。アスカさん、このデッキのエースポケモンを忘れていませんか。まさかガラル・ヤドラン V。 うわー、マムモン倒していい気になってた。逃げコストがゼロになってます。逃げます。特製早打ち毒、はい、ターン終了です。嘘、時間1個かけません。このパチンキにまだチャンスがある。頑張ります、ドロー。夢のライバロリ対決。どうしよう、絶対勝ちて。ここはバトルサーチャー、はい、トラッシュの、コルニー手札に加えます。はい、どうぞ。で、コルニー使って格闘ポケモンとグッズを手札に加えます。はい、どうぞ。時のパズル、パズル2枚同時に使って、エレキパワー2枚。絶対草エネルギー回収しといた方がいいけど、エレキパワー2枚これ。うわー、倒したい対面のヤドラ。エレキパワー2枚。おお、攻めの姿勢。手札がいっぱいあるんですけど、エレキパワー使います。はい、エレキパワー使います。で、手札がこうやって5枚です。ベンチのサルノリ、バチンキーに進化させます。はい、どうぞ。そしてネンドル、1枚、2枚で、ここのネンドルか、ネンドルの効果使って2枚引きます。はい、よいしょ。エレキパワー引いて、はい、これで終わりです。ダブルアタック、はい、1回目裏、2回目裏、ゼロ。このルミナスメイズの効果を使います。はい、やり直しを宣言。はい、1回目表、2回目すごい。おお、いいぞいいぞ、見せ場作ったぞ。280ですか。6に12、ダブルアタックで12 13 14 15 16 17 18 19 20。足りない。あと1枚エレキパワー引いてればこんなことにはなってなかった。